はい、オフィスの革命で生成 AI 導入するための提案書を作ってみるっていうので、ポイント5つ社長を確実に説得しましょう。はい、こんにちは、こんばんは、カーゴンです。僕の経歴こちらです。はい、このチャンネルではマーケティング、IT 技術を活用して自分のビジネスを進める方法を学べるチャンネルです。あなたのビジネスを加速するために有益な情報をお届けします。ということで、今回はですね、いつもプロンプトテクニックとか、まあ、チャット GPT の内容をやってるんですが、ちょっとね、アプローチをちょっと変えて動画作ってみようかなというふうに思いまして、今回の内容になります。はい、今回の内容の中身です。はい。はじめにっていうのと、まずはチャット GPT に問うっていう部分。で、5つのポイント。で、説得プロンプトを作成する。で、まとめみたいな感じでやっていこうかなっていうふうに思います。はい、まずはじめにです。ですね、今回の内容なんですけど、実はですね、コメント欄にこんな内容がありました。読み上げてみます。チャット GPT やら、他の AI やらを会社に導入させたいです。上司、括弧、社長を含むを説得する方法を知りたいです。っていうことで、コメントいただきました。ありがとうございます。で、このコメントに対してですね、ちょっと今回の動画を作ったわけなんですね。はい。で、はじめになんですけど、このね、今回のこの内容を、まずはちょっとチャット GPT で考えてみようかなというふうに思います。で、最終的には説得する提案書のドラフトを作るっていうところまで、この動画で最後まで見ていただくと、作り上げていくっていう形でやっていきます。とともにですね、今回の内容をやる意図としては、まあ、まずこういう問題があった時の考えていく方法も学んでいただこうかなというふうに思うので、まあ、チャット GPT 使ってこういう形で解決していけばいいんじゃないかなっていうプロセスまでちょっと見ていただくと、他にも流用できるのかなというふうに思います。はい。まあ、すべての業界に汎用的に使えるものとしてね、私ちょっと作ってまいろうかなというふうに思いますんで、ぜひ最後までご覧いただいてご参考にしてみてください。はい、やりましょう。まずですね、チャット GPT にこんな感じで問います。はい。チャット GPT やら、他の AI やらを会社に導入させたい。上司、社長含むを説得する方法を知りたいです。っていうことで、さっきね、あったコメントまんま、ほぼまんま、原型のまんまで、貼り付けたんですよ。ただ、下にですね、カワゴンのプロンプトをちょっと付け加えました。まずは、上記の問いに対して、回答の初稿を作成してください。で、回答を細かく分解して、複数の小さな問い、検証質問を生成してください。それぞれの小さな問いに対して、細かく回答をしてください。で、小さな問いの答えから導き出した新たなアプローチの回答を出してくださいということで、こういうプロンプトを与えてみました。まあ本当にね、これね、上の部分まんまなんですけどね、まんまで問うっていうのがポイントなんですけど、はい。そうするとですよ、こんな感じの初稿を、まずは出してもらいました。はい。会社に AI、チャット GPT などを導入する際、効果的な説得の方法としては以下の点を強調することが考えられます。全部ちょっとね、読み上げないんですけど、まあ初稿なんで、まあコストの削減とかですね、品質の向上、で競争率の強化、で、リスクの軽減、イノベーションとかですね、こういったことが初稿で出てきました。ではですね、この初稿に対してで検証質問を自分で出させたんですね。で、その結果が AI によるコストの削減の具体例はどうなんですかとかですね、AI が品質を向上させるためには、みたいな感じでいっぱいこうあるんですね。で、それに詳細な回答をこれさせました。で、ここの自分で考えさせた内容を元にして、新たなアプローチの回答がこちらです。はい。まあ、上記の回答に、これね、今まで、ここで出してるやつは全て一発で出してる、プロンプトの結果になるんで、まあ、皆さんね、もし、これと同じことやろうと思えば、先ほどの、カワゴンのプロンプトの下の部分ですね、を付け加えると同じことができるんで、まあ、ここまでちょっと一回やってみていただければいいかなというふうに思います。で、すると、まあ、こう出た答えがこちらになるんですね。ROE の明示とかですね、こういう形で出てきました。はい。
ここでなるほどっていうことで、でここに出てきた僕はこの5つのポイントですね。で5つのポイントを使ってちょっと作っていこうかなというふうに思いましたんで、でこれをちょっとまとめ上げましょう。はい、5つのポイントっていうのがこういうことになります。まず一つ目ですね、 ROE の明示っていうことで、書き出されてました。まあ皆さんですね、この ROE ってね、聞いてらっしゃる、分かる方はね分かると思うんですけど、まあリターンオンインベストメントっていうんですけど、まあ、これどういうことかと言いますとですね、まあ実際に投資をしたものに対してどれぐらいの利益が上げれるのかっていうビジネス用語 ROE っていうんですね、ROI っていうんですね、ロイットも言いますけどね、はい。でこれはやっぱり経営者系の方はね結構気になるんですよ。要はどれぐらい投資してどれぐらいのリターンがあんねんっていうところが一番ポイントとしては経営者気になりますね。多分上司とかも気になると思います。なんで、まあ、この辺を明示的にしましょうっていうのと、で二つ目ですね、ケーススタディの提示っていうところがあります。これはですね、まあ、実際の事例を分析してみる、でその背景にある原理原則とかをちょっと見て、でどういう形のものなのかと分析することなんですね。まあ、要は実際にこういうことの事例があって、まあ、こういう結果でこういうことになりましたよっていうところを自分自身分析するっていうところが大事ですし、その分析した内容を相手に伝えるっていうことなんですね、はい、これもすごい大事だと思います。はい、3番目、パイロットプロジェクトを作るっていうことなんですね。でパイロットプロジェクトって何なのかっていうと、やっぱ新しい事柄とかを導入するときの前に、まずは試験的にね、なんか事業計画をやるべきなんですよ。やっぱり失敗するっていうのがやっぱ恐ろしいわけじゃないですか。なんで一旦ミニマムな事業計画を考えるんです。でここでそれを一旦ちょっとやってみて、でそれで検証してみるっていうところがやっぱりね、企業としては一番大事なところなのかなと思いますし、やっぱりリスクを考えますから、やっぱりもう経営者とかねはやっぱりこう言われたら、それ大丈夫なんって思うんですよ。ってことは実際にやってみて、 でその結果がミニマムに結果が出たと、おこれいけんちゃう、じゃあやってみようみたいな感じでやることが多いです。僕もそういう風に、聞いてやってます、はい。なんでこれはすごく大事かなっていう風に思いますね、はい。であとはですね、スキルの向上っていうところで書いてるんですけど、ここで言うところのスキルの向上っていうのはやっぱり AI スキルの向上っていうことなんですね。やっぱそういう教育に対しての投資っていうのも一つ、大事になってきて、でもし例えば自社でですね、オリジナルの何かの AI の、もの、生成 AI を使った何かのものを導入しようとなった時には、やっぱり基幹システムとかも関わってくるんで、まあ、その辺の、まあ、接続可能な形の開発とかもちょっと念頭に入れて考えていかないといけないと思うんで、まあまずはこういう、社内の AI に対するスキルの向上、まあそれはですね、例えば外部の方を取り入れてやってもいいでしょうし、まあ一般的にね、こういうことなんだよっていうレクチャーとかもしていただいてもいいのかなとは思いますね。はい、この辺も大事なところのポイントなのかなっていうふうに思います。はい、で最後にですね、導入戦略の明確化っていうことなんですけど、まあよくよくありがちのポイントね、これね本当にね、提案書としての当たり前の部分がちょっと出てきてるところとかもあると思うんですけど、まあ導入する上でね、やっぱりね、まあ短期中期長期のね目標設定やっぱ必要なんですよ。でそこを段階的な導入する計画が明確でないと分かんないですからね、見ても。だから資料こう持ってこられても、なんやこれって感じになっちゃうんですよね。だからこの辺も明確にするっていうのが大事だと思いますね。まあ、ここに出てきてる内容っていうのが、やっぱりこう、上司とかね、経営者、社長とかにね、もう提示していく上で、自分の思いを、考えをこう、出していくっていうのは、本当にこれ AI 導入だけじゃなくて、一般的な導入方法を説得する内容の当たり前の部分かもしれないですけど、はい。まあ、ここが大事ですよっていうことになります。で、ここからですね、ここから。では、これを元にしてですね、実際に、私が説得プロンプトを作成してみようというふうに思います。はい。じゃあ実際に、作ったプロンプトがこちらになります。はい。でまず一つ目ポイントはこちらですね。一番上、
まあ一番上に示しているところっていうのは、これちょっとね、僕ね、汎用的に作ろうというふうに思ったので、ここの30引用符で囲まれているところの業種を変えるだけで下全部一緒にできるっていうプロンプトになります。はい。で、二つ目ですね、ここ。で、これはですね、先ほど、5つ挙げたポイントの部分ですね。もうこれまんまでね、一応貼り付けてます。で、貼り付けておいて、この内容の説明もしてるんですね。これらのアプローチは上司や社長を説得し、AI の導入を推進する有力なアーキュメントを、形成する内容です。っていうことで、一応与えてます。なんで、ここで理解してほしいなと思って、与えてる部分ですね。で、本当のプロンプトはここなんですよ。ここ。はい。この内容から30引用符で囲まれている業界の上司や社長を説得するためにはどうすればよいかを考えてください。はい。で、ここがポイントになるんですね。これが全てのプロンプト。で、最後ですね、これ川郷のプロンプトなんですけど、いつもこれつけると、より深い内容のプロンプトの結果が出てくるんで、皆さんよかったらね、この、プロンプトの与え方、川郷のプロンプトっていうことで検索していただくと出てくるんで、そこでまた同じように、教えてますんでね、そこ見ていただければいいと思うんですけど、この川郷プロンプトをポンとつけといて。はい。これが回答です。まずですね、初稿の回答がこんな感じで出てきます。説得を行う際、建設業界における固有の課題やニーズを把握し、どこここでってもう読み上げないですけどね。まあ初稿なんで。はい。こんな感じが大事ですよっていうことを挙げられてきました。はい。次ですね。で、その内容に対しての、検証の質問です。業界特有の課題って何でしょうかっていうことですね。はい。で、あと、成功事例の適用っていうのをどうしましょう。で、ROI の、実現として、具体的にはどういう計算をしたらいいでしょうかっていうこと。で、あと、技能開発の戦略をどうしましょうか。これはですね、スキル向上のための、教育投資をどう実施していきましょうかっていう内容ですね。で、あとは、導入戦略の、適切性をどういうふうにして、適切なのかっていうのを考えていきましょうかっていうことを自分自身で出したさっきの初稿の答えからこういう問いを AI が作りました。はい。次にこれに対して AI が自分で答えを出させております。はい。こんな感じです。で、業界固有の課題としては、っていうことで、建設業界のプロジェクトは複雑で、人員の不足や、安全性の要求、コストの時間の制約など、いろいろなことがあります、みたいな形で書いてますね。で、これ解決を図るために、明確な説得力を増すことができるでしょう、みたいな形でアドバイスをしてもらってますね。で、成功事例の適用ということで、過去の成功事例や失敗事例を特定のもので、ソリューションとして対応して、理解を深めて、ベストプラクティスを、避けるべき、ポイントを提示しましょう。ということでね、こういう形でやっていけばいいよということで。で、ROI の現実、まあ、AI の投資の ROI。まあ、当たり前ですけどね、投資コストに対してリターンがどれぐらいあるのか、コストの削減がどれぐらいできるのかというところを示しましょうっていう。で、次ですね、技能開発の戦略っていうことで、まあ、定期的なトレーニングプログラムとか、オンラインコース、ワークショップなんかを開いていきましょう。社員がどこ高校でっていう内容がここであります。はい。で、次に導入戦略の適切性。まあ、組織の現状と目標を把握して、最も適した AI 導入の導入ステップを計画すると。で、この際にリソースタイムラインとしての現実はこういうことですよ。みたいな形で、細かい回答を AI が自分で質問を、作って、AI が自分の質問に対して答えてます。で、この内容を踏まえてで、ね、新たなアプローチの回答がこちらになります。はい。まあ、カスタマイズソリューションの提示っていうことで、企業の固有の課題やニーズに合わせてカスタマイズされた AI ソリューションを提案し、で、他社の一般的な解決したところの差別化を図っていきましょう。こういうのが上司に対して大事ですよ。これ建設業界に関してですね、の内容であったんで。はい。で、リスク管理の強化っていうことで、AI 導入を伴うリスクっていうことで、技術的なリスク、投資リスクとかを明確にしてね、明示して、で、それを最小限に抑えるような戦略を構築しましょうっていうことですね。まあ、これも本当に大事ですよね。はい。で、クロスファンクション、ファンクショナル、チームの編成ということで、技術者とかですね、ビジネスアナリスト、プロジェクトマネージャー、で、異なるスキルを持ったメンバーで構成されるチームを作って、プロジェクトの各フェーズで、多角的な視点でスキルを生かすような方法を考えていきましょうねっていうことなんですね。で、これを上司や社長に
ね、あの説得する題材としてポイントとして作っていこう、あの提示していきましょうっていうことを AI が提案してくれました。いいですか、今まで喋ってる内容っていうのはもっともらしく僕が喋ってるんですけど、チャット GPT が答えたことなんで僕ではないんですよ。皆さんここがポイントですよ。この間のね、孫正義さんのね、あのスピーチでもあったように、人間よりも賢くなっていくんですよ AI は、っていうところはこういうところあるかもしれないですよ。まあただ今の現段階ではあくまでも僕も実際の経営者としての観点で受け止めた時には、当たり前という当たり前の内容をこう、上げていってます。でそれがまあ優秀な社員なのかなっていうぐらいのこう的確な、ポイントを抑えてで喋ってきてくれてるんで、まあ、あのこの内容に準じてやればある程度の説得材料になるんじゃないかなっていうところは僕も理解できます。はい、でね、ここまでできたら最後の仕上げですよ。はい、僕は魔法のプロンプト1行だけ作りました。どういうものかと言いますと、こちらです。ではこの内容から社長や上司を説得するための提案書のドラフトを作成してください。いいですか、ではこの内容から社長や上司を説得するための提案書のドラフトを作成してください。はい、するとですね、見事にこんな感じで作ってくれました。はい、まあちょっとねフォーマットなんでね、中身はこんな感じになってるんですけど、この順序に従って中の内容を盛り込んでいけば、今言ってる内容が盛り込めるってことなんですよ。で実際にね、本当の現場で言うとね、まあもちろんそのまあ名前とかそういうのもそうですけど、中身のですね ROI のね明示するところに至っては、まあ個々にやっぱ違うわけなんで、その辺はね組み込んでいかないといけないと思います。ただまあ先ほどの内容の回答から思考して、この内容のドラフトを元にして作っていけば、ご自身で、まあ、提案書を作っていけるんじゃないんでしょうかっていうお話です。はい、まあ、あのこんな感じですね、皆さんも試していただければいいんじゃないかなというふうに思います。今回の内容はあくまでも提案書を作るっていうところを、まあ、お伝えしていったんですけど、順番に辿っていくと、これどんな形のものでも当てはまるのかなというふうに思います。だからチャット GPT のブレインストーミングって言って、まあ、アイディアを出したりとか、こういうふうに手伝ってもらうっていう方法は、こういうことが一番いいのかなというふうに思ってますんで、ぜひ、あの、皆さんもこんな感じで試してみてください。はい、今回の内容ですね、もしね欲しいわ、この内容もっと具体的に聞きたいわという方は公式 LINE ありますんで、そちらの方でご連絡ください。であと勉強会なんかもやってるんで、勉強会あの興味ありますということで、連絡いただいた勉強会のご案内をお送りさせていただきますんで、まあそちらの方もよかったら、まあ見ていただければいいかなというふうに思います。はい、まあ、こんな感じでですね、皆様のビジネスのですね、最近ちょっとね、お悩みを募集しようかなというふうに思っております。コメント欄でですね、まあ、実は AI 導入でこういう形で悩んでますとかですね、AI で、まあ、入れたところ、こういうことで行き詰まってるんです、どうしたらいいでしょうかとかですね、いう形でご相談みたいな形で、まあ、AI だけでなくても、まあ、IT 全般のビジネスに関連する内容でも何でも結構です。コメント欄に書いていただいたら、それをちょっと取り上げて動画作っていくようなスタンスもちょっとやっていこうかなというふうに思いますんで、よかったら皆様の悩みをコメントでください。はい。よろしくお願いします。はい。最後まで聞いていただきましてどうもありがとうございました。よかったらまた見てください。はい。ありがとうございました。Thank you.